よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ヤンベ明宏と言います。多分皆さん看板で名前が書いてあったんですけど、多分山に家と書いて誰もヤンベとは呼んでくれないと思いますけど、一応山に家っていうか、なんか山形の方に、山形の蔵王地方にヤンベ村っていうのがありまして、そこに由来している名前なんですけど、まあ僕は今盛岡に住んで、まあいろいろギター演奏をしております。しばらくの間ギターの音色を楽しんでいただけたら幸いです。それではまず1曲目から。このようなもんですけどね、皆さんね、せっかくなのでね、楽しんでいきたいのでね、ちょっと手拍子お願いします。せっかくなので、はい、ありがとうございます。この、ビートルズメドレーで。
ありがとうございます。ただいまのビートルズメドレーでした。まあ皆さんね、今日ミュージシャンなのでね、皆さんまあ曲名を説明するほどもないと思いますけど、ね、こういうふうにいろんなの混ぜて弾きました。あ、最後しか知らなかったですか。一番最初に弾いたのが、Here Comes the Sun、 そして2番目に弾いたのが、While My Guitar Gentlyウィープって言って、あれ日本のあれだと何てやってましたっけ、ジョージ哀愁だっけ、ギター、哀愁のギターでしたっけ、何でしたっけ。ギターは泣いてるっていう別の曲がある。あ、それが頭に浮かんでんですね。なんかそんな感じなんですよね。これ 2つ最初の2曲目はジョージ・ハリスンが作曲した曲で、でビートルズのそのギタリストのジョージ・ハリスンが作曲した曲で、で、あとの、最後の2曲、その後に弾いたのが、I Feel Fine、 そして Hard as Night と、まあちょっとどちらかというとどんどんなんか年代がどん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 こう遡っていくっていう感じのなんで弾いたんですけど、まあこういうふうにね、ビートルズファンがいたら嬉しいです。まあこのようにね、僕いろいろとこう指弾きでこういろいろやってるんですけど、ね、今なんか自分のスマホを見てたらストレージがいっぱいになってますっていうのを書いてなったから、結局はもう録音できてないっていうことなんですよね。いろいろとね、手伝ってもらいましたけど、こんなもんです。それではね、ちょっとこのようなものなので、ちょっとオリジナルをやらさせていただきます。このオリジナルの曲、これは嵐の後の静けさっていう曲なんですけど、これ自分の出してるアルバムの中にも入っている一曲なんですけど、これ書いた、本当英語で言うとこれ本当のタイトルは英語なんですよ。英語でこれAfter Storm Comes Calm って言って、まあ、直訳して本当に嵐の後の静けさっていうなるんですけど、日本語だと嵐の前の静けさっていう言い方をよくするんですけど、ね、こう嵐が起こる前にはなんかこう天気が良くてこうすごくこう綺麗だっていう風なのなんですけど、英語圏だとその嵐の後の静けさっていう言い方をしまして、これがちょうどね、日本語で言うと雨降って地固まるっていうぐらいのニュアンスなんですよ。結局そういう意味合いでよくこう使われてる感じで、結局こうなんかこう起きても大変な時、大変なことが起きた後にはこう平安が来るよっていう風な、なんかそういう風なこう意味で使われてるんですけど、まあそれを曲弾いてる時になんかそういう風ななんか思いがありまして、そういうそれがこう表現できてたらいいなと思います。なのでこれ嵐の後の静けさという曲です。Thank you.
とうございます。嵐の後の静けさという曲です。それでは続いての曲なんですけど、これは僕が小学校の時に覚えました。音楽の授業で覚えました。翼をください。私の願い事が叶うならば翼が欲しい。この背中に鳥のように白い翼つけてください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼温めかせ行きたい。だから皆さんで歌いますか。今私の願い事が叶うなら翼が欲しい この背中に鳥のように白い翼、白い翼つけてください、つけてください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はもう一度いきますよ。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。ありがとうございます。皆さんの歌声が聞けて嬉しいです。このようにして私はフィンガーピッキング、いろいろギターを弾きながら演奏しております。続いての曲もオリジナル曲をやらせていただきます。この曲は高原のそよ風という曲です。Thank you.
ただいまの曲はウエスタンっていう曲です。オリジナル曲です。激しくやらないように気をつけますけど、エキサイトするとなってしまいますけど、まあこのようにね、このようなあの場所で演奏できること本当嬉しく思います。ちょっとね、スローダウンしていきたいと思います。名曲の一曲、アメージンググレイス。
ございます。
クッキーでした。じゃあ、オリジナル曲をさせていただきます。この曲は、これでいいのでしょうかという、結構いろいろ思ってること、自分が思ってることを素直にこう言葉にしました。始めた頃は夢いっぱい優しかった、あの人3年経てはいつの間にか捨てる覚悟で扱われてる、捨てる覚悟で扱われてる。これでいいのでしょうか、このままでいいのでしょうか。続けることに意味がある、我慢が足りないというけど、たまりたまっているのは人を人として見ない人、人を人として見ない人。これでいいのでしょうか、このままでいいのでしょうか。抜き足差し足忍び足上げ足取ること精一杯、足元を見てつけ上がり、登り切ったら最後は落ちるだけ、最後は落ちるだけ。これでいいのでしょうか、このままでいいのでしょうか。この街で自分で作った勝手なルール、正義を貫くこととして他人に呪いをかけていませんか、呪いをかけていませんか。これでいいのでしょうか、このままでいいのでしょう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 か。っていう曲でした。ありがとうございました。それでは最後の曲にします、リトルジョーンズブルースといって、これは僕は高校生の時にギターに教えてもらってた人がリトルジョンって呼ばれてた人なので、ブルースのすごい上手い人で、ギターいろいろとね、こうブルースの弾き方っていうのを教えてもらって、それをモチーフにして書きました、なのでこの曲はリトルジョンズブルースという曲です。今日はどうもありがとうございました。そしてこのような素敵な場所で演奏できて嬉しいです。また来たいです。来てよろしいでしょうか。お願いします。ありがとうございます。それでは最後の曲、リトルジョーンズブルースです。ありがとうございます。
もう一曲もう一曲もう一曲わかりました。目いっぱい使えたところでもう一曲は申し訳ないんだけどもう一曲何やろうかな。ぜひ古いすごい古い曲です、はい、アニーローリーというアイルランドの民謡です。原田圭介さんにバトンタッチしたいと思います。ありがとうございます。